はい、こんにちは。熊谷総帥です。さあ、今日はマールブルミラーバグりたいと思います。今日はですね、G7 のとこなんですけど、前回、サーティンスにフラットサーティーをちょろっと引っ掛けると、マルグリュー感出ますよっていうのをやったんですけど、今日も、引っ掛けのコンセプトでございます。これ多分ですけど、ビル・エヴァンスが確か今日 G7 のとこです。2度7ですけど、2度マイナーの時に同じようなことやってたのかなっていう記憶があって、それをパクったのかわかんないけど、ケニー・バロンも同じことをやってて、マルグリューもやってるということは、俺がやらなきゃどうするということで、パクらさせていただきたいと思います。それでは行ってみよう。はい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 、ということで、まあ、さっき言った前回の、フラット13から13に行く感じは、こうまあ1625ってあるとこで、 D7 がまあオルタードとかそっち系ですね。オルタードのとこでこう行くと、まあ、13は明るいんで、暗いのから明るいのにこうガッと行くとちょっとズレ感があってっていうね、マルグリュー感ありますね、これね。で、今日はナインスに向かってフラットナインから行くフレーズなんですけど、2度7のとこですね。こんな感じで、ワン、ツーで行くとこですね。まあそんだけなんですけど、説明すると、ここで、ね、これ G7 のナインスの A の音に向かって G のシャープから、これ暗いとこから明るいとこへで5度で挟んでます。どうですかこれ。ここでストップして、次のやつでまた同じことやります。なんかこう勢いありますよね。あらやったみたいな感じありますね。ちょっとね、うん。でこれなんか僕は確かビル・エヴァンスやってたと思うんだよな。G マイナーとかでマイナーでこれ弾くんですよね。こういうなんかなんだっけ。これやるはずっすよ、ビル・エヴァンス。フラットナインから。で、ケニー・バロンもやってたんじゃないかな。で、マルグリもやってると。結構、あれなのかな。流行ってたのかな、当時。そんな、流行るとかのほどでもないか、こんだけだから。F で考えると、F7 の、シャープ9と13になるんだよ。まあ、よくあるファンキーなサウンドなんですね。シャープ9と13を組み合わすと。で、それから、ここ、シャープ9から3度に行くと、まあ、この感じ。明るいっすね。それが、そのまま同じこと。この同じトーナリティがあるんで、この F の、F 上でやると、そんだけだと僕は結構そっちの方かなと思ってます。これはフラットナインだなんだっていうよりは、 F のブルージーのこれをただ2度7のところかなと。なんでまあ2度7つったら、A トレインとか、D7 これ9スと5度、9スと5度にフラット9引っ掛けるとこういうサウンドですね。全然使えますね。うん、2度7で使いやすいと思います。ということで本日はこのぐらいにしたいと思いますが、僕は今から国かな、国から10万引っ張れるやつあるじゃないですか。
あれをちょっとパソコンでちゃっちゃっとやってみようかなと思っております。それでは皆さん、体に気をつけてチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。